エクストリームベートーベン、ルートビヒバンベートーベンの主題による変容は、ヨハンデ・メイが作曲した吹奏楽曲。演奏時間は約18分。オランダのケルクラーデ市で開催される世界音楽コンクールの2013年大会の吹奏楽ファーストディビジョンの課題曲として2012年に作曲された。この曲は、エクストリームメイクオーバーと、 同じ考えの下に作曲された。ただし、この曲は吹奏楽のために作曲されており、エクストリームメイクオーバーと異なり、ブラスバンドやファンファーレバンド用のバンは現在は存在しない。楽譜はオランダのアムステルミュージックから出版されている。ベートーベンの様々な楽曲の要素が散りばめられた。この曲の冒頭は、よく知られたピアノ競奏曲第5番の第2楽章の、 戦立で始まり、徐々に他の戦律が現れるきっかけを与える。最初はダイナミクスも小さく希薄な戦律として奏でられるが、驚くような曲の展開がなされる。その後、様々なベートーベンの作品の主題が現れ、通常の楽曲のように散りばめられている。これらの戦律は単に引用されているのではなく、 最小限の恩恵で表現されたり、対応により表現されたりと、様々な方法により曲の随所に現れる。数多くの旋律が様々な手法で引用されていることにより、聴衆を天才的な頭脳の中身を垣間見るような、錯覚に陥らせる。この曲は9つの公共曲を主に取り上げ、表現しているが、それ以外にも、エグモント序曲、ピアノソナタ第14番、 エリーゼのためにトルコ行進曲も取り入れられている。曲の中盤で2つのパートが異なる旋律を奏でる部分があり、徐々に雰囲気が変わるきっかけとなっている。中盤以降はエグモント序曲の終盤の主題を低音楽器により、ジャズ調のオスティナートにより表現している。この8つの音符の奇妙な連なりが、この曲の中盤以降に時折出たり、 隠れたりを繰り返しつつも徐々に音楽全体を支配するようになる。曲の終盤では再びピアノ競争曲第5番の第2楽章の主題が冒頭でのそれとは違い大規模な編成で奏でられる。また本作では作曲者であるヨハンデ・メイがバンダーに関して小説番号を明示して演奏の仕方や歩いて舞台に移動するといった細かい指定をしている。 舞台で演奏しているものとは異なるテンポや異なる調で演奏するようにも指定している。ルートビヒバンベートーベンの各曲は以下の表にあるように引用され、本作品の様々な場面で使われている。本作についてというメッセージがある。ブラムス・ニーケルス式ラリン吹奏楽団による演奏が収録された CD が発売されている。ありがとうございます。